22時間の中には多くの出会いがあったと思います。出会いがあった分、皆さんを多くの方々が応援をし支えてくださったと思います。これからも皆さん自分自身を大切にしながらも、周りの方々に感謝をする気持ち、ありがとうの気持ちを持って、これから生活を歩んでいただきたいなというふうに思っております。一人中で共に過ごした3年間を本当に懐かしく思い出しています。これからも、社会人としての自覚を持ち、夢に向かってコツコツ努力していってほしいと思います。今までできなかった新たなことに挑戦したいです。もう自分の夢に向かって頑張ります。親孝行したいです。夢であるミュージカル女優になってニューヨークに行きたいです。建築家になる夢をとりあえず追いかけます。